いやー、マジで初めてなんですけど、 YouTube 始めてからですね、初めて意見変わるかもしれないですね。てな感じで始まりました、小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ていってください。よろしくお願いします。はい、今日はですね、すみません、ココモンテス選手のねことをやらさせてください。やっぱり後半戦もうね入ってくるというところで、まあ一軍ね、昇格してくるじゃないですか。で、皆さんね、起用法ってめちゃくちゃ気になってると思うんですよ。で、僕もちょっと前にですね、ココモンテス選手関連のね動画を上げさせてもらいまして、僕の意見としてはね、その時の僕の意見としては、ショートで使えるんちゃうかみたいな感じのね、ニュアンスでお話しさせていただいたんですよ。で、というのもですね、まあもともとサード、ショート、セカンドという形でまあ守備やってますから、まあショートまあ多少ちょっと厳しいところあるかもしれないけども、まあ感覚持ってるし、内野手の感覚持ってるから、まあ細かいサインプレーはちょっと難しいかもしれないけども、まあやりながら慣れてったらいいんじゃないか、そんなに細かいプレーをやる時ってそんな多くないんじゃないかっていう意見をね、僕ちょっと前に言ったんですよね。だけど、ちょっともう一回考えてみようと思って、ま、いろいろね、過去の動画、モンテスが、守ってる守備の動画であったりとか、最近ね、守ってる動画、ジャイアンツに入ってからね、いろいろノック受けたりとか、試合での守備機会でのプレーであったりとか、いろいろ見返したんですよ。で、それでもう一回考えてみたんですね。うん。本当に、一軍のショートで、守れるのか、まあ、打てるのかっていうところは、またちょっと置いといて、まず守りというところで、本当に大丈夫なのかっていうところを、もう一回自分なりに考え直したんですね。で、僕の出した結論は、ちょっとショート無理なんちゃうって思うようになり始めたんですよね。というのもですね、まあ今、ジャイアンツ、ショートっていうのは、まあ門脇選手であったりとか、まあ出口選手が守ってること多いじゃないですか。で、日本人のファンというかね、まあ、ジャイアンツのファン、ね、目超えてると思います、正直。やっぱり、出口選手、門脇選手、上手いです、正直ね。で、まあ、二人ともタイプが違いまして、まあ、出口選手は、どっちかというと、堅実。ちょっと硬い、守備、みたいなね、感じ、イメージで言うとね。で、門脇選手はどっちかというと、まあ、硬くはあるんだけど、どっちかというと、もう、守備範囲がめちゃくちゃ広かったりとか、これ飛んの?みたいな感じのプレーがね、すごかったりとかするじゃないですか。で、まあ二人ともまあ送球は安定してるというところで、まあ確かに打ててない。どっちも打ててない。それはめちゃくちゃ重要な問題だと僕思うけど、守備というところに関して言えば、めちゃくちゃ頑張ってると思うんですね。まあ門脇選手も確かにエラーが9個あるんかな。今めっちゃ今年エラーしてるっていう風なね、ことありますけども、まあ総合的に見てね、うん。守備の総合的なところを見て、僕は二人ともそんなに悪くないんじゃないかとか、むしろ頑張ってるんじゃないかって、打てない分ね、しっかり守備で貢献しようという気持ちはすごくあるんじゃないかなっていうふうに思うんですね。で、まあ、この間ね、安倍監督が、まあ、良ければね、打てるんだったら坂本隼人も、ココモンテスもどっちも試合で使いたいよっていうふうなこと言ってたじゃないですか。それはもちろんね、誰が監督やってもね、打てるんだったら使いたいよって思うじゃないですか。ただそこで守備ショートというね、まあ内野手で言ったら要ですよね。まあ扇の要とかはキャッチャーとかよく言われますけども、まあショートもね、守りの監督とかもね、言われたりするぐらいですから、非常に、守備で言ったらね、めちゃくちゃ大きなウエイトを持ってると。ましてやそのサインプレーであったりとか、いろいろね、内野手とか、まあ、外野手に対してサインを送ったりとか、統率という意味では、まあ、キャッチャーに引けを取らないぐらい、守備の面ではね、大事だというところ。で、今現状、守備の面で言うと、まあ、その、出口門脇っていうのは非常に頑張ってると思う。で、その時に、ココモンテスが入ってきた場合、じゃあ果たして、守備の面で、その二人の守備と比べて、どうなのっていうところあると思います。ただ、やっぱり打つのは多分モンテスの方が打つと思うんですよね。どう考えても。うん。どう考えてもって言い方あれだけど、多分打つと思うんですよね。だけども、じゃあ、確かに打ってほしいけども、守備でエラーとか、僕が見た動画では結構守備範囲が狭いなっていう、これ、
例えば伊豆口だったらとか門脇だったら取れてたなっていう打球、例えばタイムリーヒットとかね、ああこれモンテス追いつかんかったかとかいう風なね話にもなってくると思うし、多分率はモンテスの方が打つと思うんだけど、まあその勝てればいいよ、勝ってたらあまりそう思わないかもしれないけど、負けたりとかしてたら、負けが混んできたら、うわ今のタイムリーヒット絶対門脇だったら取れたなとかいう風な話にもなってくるんで、じゃあどうするかっていうと、僕はもうガチンコで坂本さんとポコモンテスぶつけるべきだと思うんですね。でもいい方出した方がいいと思うんですね。でまあ来季以降のことも見据えて獲得しましたっていう風なあのコメントもあったじゃないですか、吉村さんのね。でおそらくですけども、やっぱりカズマが僕メジャーに近日というか僕今年のオフ行くんちゃうかなってちょっと思ってるんで、それが抜けた時、カズマが抜けた時にモンテスをまあサードにしてっていう風な形で、まあ、補いたいっていうところもあってシーズン途中に獲得したと思うんですね。で普通に実際見たら、僕モンテスほんまにいるかなって言われたらどうなのっていうちょっと疑問符がねつくんですね。うん、ほんまに絶対必要かって言われたら微妙なところじゃないですか。坂本さんもいるし、門脇、まあ確かに打ててないけど、ショートの二人打ててないけど、まあ、うまく回ってるっちゃ回ってるじゃないですか。でも獲得するってことは、多分、カズマをメジャーに行った時のためにという風に形でね、補強してると思うんですね。で、今さっきね、僕ね、坂本さんとポコモンテスを、まあ、ぶつけるべきやっていう風なこと言いました。正直、どっちが打つかわかんないです。坂本さんが上がってくれれば、多分坂本さんも打つだろうし、モンテスも、まあ、実際一軍のピッチャーに対してどれぐらい対応できるか、これやってみないとわかんないです。だから、今ね、巨人って1番から5番までいい感じで固定できてるじゃないですか。で、チームもまあ調子いいじゃないですか。で、安倍監督が8月9月大事だよっていう風に言ってる中で、多分、後半戦入ってきてね、もう一回試す時期来るんちゃうかなと思ってて、どういうことかっていうと、本当に大事なのが8月9月だから、そこに向けて力を結集させていくために、7月、今ね、後半戦始まりますけど、入ってからね、後半戦入ってから、ちょっとモンテスであったりとか、坂本さんをこう、入れ替えとか、こう、いろいろしながら、試すと思うんですね。ほんまにこれ、8月9月、どっちが使えるのとか、いろんな意味でね、守備をちょっと動かしたりとか、多分、試行錯誤すると思うんですね。後半戦の始めの方。で、それで、多分、生き残ったというか、まあ、いいなっていう風に思われた方が、多分、疲れていくと思うんですね。で、モンテスをショートにやるぐらいだったら、僕、坂本さんをショートに回した方が、僕、いいんちゃうかなって思ってて、前はね、サード、坂本、ショート、ここモンテスっていう風なことを言いましたけども、やっぱり、守備見てると、ショート守るのきついなっていう感じがね、あくまで主観的、僕の意見なんで、本当申し訳ないですけど、僕の意見です。だから、間違ってる、合ってるとかはないんだけど、僕が思うに、一軍のショート、巨人のショートで、モンテス、ちょっと厳しいなっていう、動きを見る限りね、うん、思ったんで、だったらショート坂本さんを戻すと。もし、その時は絶対坂本さんは調子がいいという前提ね。もちろん、動けるという前提だし、調子がいいという前提で、僕はモンテスをショートにするぐらいだったら坂本さんをショートにした方が絶対いいなというふうに思うし、もし、それをね、やって、坂本はもう、なんていう、年がいってるから、後輩というか、下の門を育てた方がいいんじゃないかっていう意見もあると思うんだけども、多分、先ほど言ったように、カズマメジャー行くんですよ。ってことは、多分、今の7月でしょ ?7 月、8月、9月、10月、もう、あと4ヶ月ぐらいのオプションだと思うんで、カズマが行った時に、またサード、坂本さんが戻って、ショートは伊豆口、門脇なのか、モンテスなのか、ちょっとわからないですけども、そこでまた来年ね、再出発というか、争わせて、やるっていう形だと思うので、そういったところで、そのモンテスの獲得、僕ちょっとね、もうやっぱり気がかりやったんですよ。なんで本当に獲得したんだろうと思ったけども、やっぱり、
考えてみるとカズマをメジャーにやってその時のための、まあ、保険というかね、補強というかっていう意味合いが僕強いんじゃないかなというふうに思うし、まあもう一回まとめるとですね、モンテスの守備ちょっと怪しいなっていうふうに感じてきて、もう一回ちゃんと見直したらね、だからだったら打てないかもしれないけども門脇とか伊豆口を使っていくか、それか坂本さんが状態がいいんだったらショート坂本を戻すかで、モンテスをまあサードで使うかっていう、ところに僕落ち着いたんで、すいません。本当に申し訳ないんですけど、前ね、違った意見を言ってて、もう一回考え直したら、こういう意見に、ね、なりました。ちょっとね、僕もね、疑心暗鬼というか、まあいろいろね、まあまだ、たらればの話だから、やったことがないからね、まだモンテスがね、一軍でやってないから、どんなプレーをするかっていうのをちょっとまだわからないんで、ちょっと憶測で話してますけども、でも、まあ二軍の、動きとかを見た感じではショートは無理ちゃうかって思うようになってきたんで、ちょっとね皆さんの意見も聞かせてください。はい、てな感じでね、今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わっていきます。じゃあね、バイバイ。